星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星、地球に向かいました。王子様の手がかりはまだ何もつかめていないようだけど、その王子様一体何をしているのでしょうね。もしかしたら何か困ったことでも起きているのではないかしら。助けて、助けて。いました、あそこです。助けて。だから助けてって言っておいて逃げることないでしょ。どうしたのよ。出てこないじゃないの。ですね。助けてって言ったり逃げたりどういうことなのよったらどういうことなのよ。コメントさん、はい。おい、シュン、2曲だけって約束だぞ。2曲だけって。気持ちは見えない、触れない刃物、簡単に打ち明けられない。いい歌だぼんね。来てよかったでしょ。シュンさんの歌、不思議な力を持ってるんだよ。力？気持ちをほわっとしてくれるの。ほわっと、なんなのぴょ。つまりブーとラブピョを包み込んでくれるあったかい雰囲気みたいなのだブー。泣いてる人もいるピョ。ほわっとしちゃったのかな。ありがとう。この歌は俺が一人ぼっちだと思い込んでた頃作った歌なんだ。でも自分から手を伸ばせば必ず助けてくれる人はいる。孤独だって思うのは手を差し出す勇気がないからだって歌を始めて気づいたんだ。勇気、勇気は、ん、あの子だから歌うよ、みんなに。ラバボー、何か感じない？感じるのはラバピョの方は輝きだけだボー。そうじゃなくて、だけの日々なら、どうしたのぴょ。わかんない。なんだぼー。姫様、ぼーは行かないのぴょ。姫様は気まぐれだぼ。ぼー、コメット様のお手伝いしないとまたヒゲチワワが来ちゃうのぴょ。大変だぼ、行ってくるぼどこ。あっちに行ったぼ。あなたはもしかしたら、あ、シンクルバトンだぼ。あの星力、
タンバリン星国の色だぼ。そうみたい。姫様。うん。また恋力？だってだぼ。もうしょうがないな。あ、あそこ、あそこだぼ。ほんと、もうあんなとこ？姫様、早く追いかけないと。やめとこ。どうして？私のこと嫌がってるみたいだから。姫様のこと？だって逃げたよ。そうだけど。だったらそっとしといてあげよう。ラバピョンも待たせてるしさ。様によろしくね。わかったのぴょ。それじゃあまたぴょぴょ。そうだぼ、しっかりお仕事なんだぼ。え、姫様、ぼは全然納得しないぼ。タンバリン星国の方なら王子様の手がかり絶対知ってるぼ。知ってるかもしれないけど、知られたくないのかも。何言ってんだぼ。姫様は王子様に会う気がないのかぼ。また急に張り切り出して。だってだぼん。あ、そうだった。タンバリン星国の人ならこれ返さなきゃいけないんだった。行ってきます。じゃあね。行ってらっしゃい。いいわね、あなたは。は？学校にも行かずに毎日フラフラしてられるんだから。卒業しましたから、学校。本当に本当なのかしら。あの、ごめんなさい、急ぐので。フォルティッシモ、怪しいわね。とにかく星のトンネルで昨日の場所に行ってみるぼ。うん、手がかりが残ってるといいけど。あ、あれ、おはようございます。おはようって、どうして？助けてください。助けて？なんだぼ。助けて。はまた来ております。姫様、また来ております。もう、もう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 。また牛ですか。今日こそ絶対と捕まえてみせる。それ。ですか、兄さん。君は聞いてくれるか。はい。最近メテオさん冷たいんだよ。それはいつものことか。姫様、姫様。ほら、あんなに早足で逃げちゃう。アレグロ、見事に早足。おい、兄さんも鍛えなければ。そうか、そうすれば追いつくんだね。これ、おいしいです。すごい食欲だぼ。よっぽどお腹空いてたんだね。ねえ、もう話を聞いてもいいかな。あ、はい、すみません。あなた、タンバリン星国の人でしょ。はい、ミラと言います。私はハモニカ星国の。存じ上げております。コメット様とお供のラバ坊様。地球では様はいらないの。でも、ボームだぼ。では、コメットさんに、ラバ坊さん。で、どうしたの？私に助けてって。そんなこと、私、何言ってるんだろう。そうだぼ、王子様はどちらに？あ、私たちも地球に王子様を探しに来たのです。私たち？あ、はい。私たちです。もう！止まりなさい！ないんだろ。やっぱり強いな、君は。何言っちゃってくれちゃってんのかしら。とにかくそこから動くんじゃないわよ。助けてほしいんでしょ。さあ捕まえた。何すんのよ。どこ連れてくのよ。姫様、殺しなさいったら。
緒に地球に来たんですけど。弟さんと？カロンと言います。あの子も私も地球の暮らしに馴染めなくて。へえ。いえ、私なんかよりカロンの方が。助けてくれる？僕のこと。だから何を助けてほしいのよ。ちゃんと言わなきゃ分かんないでしょ。あなたは一体誰なのったら誰なのよ。地球ってこんなに辛いところだとは思いませんでした。でも最初は本当に楽しみだったんです。王子様探しという仕事があったとはいえ、地球という星で素敵な体験ができるだろうと思って、二人で地球の人になって暮らしてみようって。地球では私たちぐらいの子はまだ学校に行くと聞いて、私たちも行くことにしたんですけど。あは、私行ってない。え、そうなんですか。うん。もう卒業されたんですよね、学校。ミラさんはまだ卒業前だったんだ。ええ。それに地球の勉強にも興味があって、私一生懸命勉強するつもりでした。でも難しい文字、わからない言葉、星国と違う勉強方法に戸惑い、ついていけず、いつしか自分の殻に閉じこもっている間に、友達もできず、だからそんな学校がだんだん辛くなって。でも私なんかよりカロンの方がひどくて、地球では乱暴なスポーツをするそうです。二人とももう学校なんかに行きたくなくなって、毎日カロンは家に閉じこもったまま、私もどうしていいかわからなくなって、それから食事もとってなかったんです。タンバリン星国の人はナイーブなんだぼ。ナイーブ？傷つきやすいってことだぼ。星使いとしても私たち未熟ですから。それに私たちのような立場ではラバ坊さんみたいなお供もいませんから。星力も集められなかったのかぼ。はい、お天気のいい時だけ少しずつしか。ごめんね、私だけ何の苦労もしてなかった。コメット様、そんな。でも地球ってそんなにひどいところじゃないから。そうでしょうか。分かってほしいな。うん、弟さんにも。何ここは。ちょっと答えなさいよ。また消えた。分かったわ。このマンションのどこかに私に助けを求めてる王子様がいるってことだわね。でもあの子が素直に人と会うかどうか。星国の仲間だもの、大丈夫。絶対と捕まえてやるわよ。あれ、偶然だぼ。あ、コメット、どうしてあんたがここにいるの。わかったわ、また私の邪魔をしに来たのね。私の後をつけて王子様を横取りしようっていうことね。最低だわ、卑怯だわ、インチキだわ。姫様がいつもやろうとしていることでは。黙らっしゃい。いい、私が先よ。ずっと前から予約入れてたの。王子様は私に助けを求めに来たんだから。あ、いいわね。あなた方は私の後からいらっしゃい。何か勘違いしてるみたい。でもカロンがメテオ様に助けを。そんなはずないぼ。いくら困ったってメテオ様に。で、王子様はどの部屋にいるのよ。教えなさいったら教えなさい。18階ですけど。へえ、なんですって。王子様じゃない、ミラさんの弟さんなんですって。私たちもタンバリン星国の議会の命令で王子様を探しに来たんです。そんなこと言って私を騙そうとしても無駄よったら無駄よ。私が先に王子様にお会いするのよ。もう、何ここってなんだぼ。姫様、あちらにも扉が。あ
私よコメット、私の方が先に開けるのよ。ついに王子様とご対面の。大丈夫メテオさん、違うから違うじゃないのよ、王子様はここにいないじゃないのよ。どいて、きっとこっちのドアなのよったらドアなのよ。なんか変、星力が働いてる分。カロンのいたずらです。いたずら？きっと素直になれなくてこんな幻を。行くわよ。今度は何？上の下で。下がどっちでしょう。もう頭にから。姫様、うん、星の子たち、きら星の輝きを、そして数多の力を、どうか私の星力に変えて。エトワール行こう。何？私より先に見つけようなんてずるいじゃないのったらずるいじゃないの。ならば呪文省略コメントより先に見つけてやるったら見つけてやるわ。ごめんなさい。どこ？どこよ？どこにいるの？やっぱり違うわ。こんないじけた真似をするやつが王子様のはずがないわったらないわ。もうない。あなたがカロンね。コメント様。メテオさん、何するんだ。もう一発欲しい。人をからかっていたずらに人の気持ちをもてあそんでただで済むと思っていたの？違うの。タンバリン星国の人はとても傷つきやすくて。要するに軟弱ってことでしょ。だからってこんなイージージした真似許さないったら許さないわ。どうなの？何か言うことがあるんじゃなくて？どうなの？あの。ごめんなさい。あ、わかればいいのよ、わかれば。さ、助けてほしかったんでしょ？さ。メテオ様、ちょっと来て。さ、やってみせなさい。さっきどうやったのかここで見せてちょうだい。ほら。はい。なるほど、これが君のおもちゃってことね。もうこんなものは使わなくてもいいわ。おう、この子をしばらく預からせていただくわ。え、いいわね。あ、はい。ムーク。はい。わあ、メテオさんってすごい。いちゃったもん。あの子にはああいう強い方がついていてあげないといけなかったんですね。そうかもね。私にはできないことだな。そんな、本当のことだもん。それよりミラさんは私と一緒に行く？え、地球の素敵なところいっぱい知ってほしいの。地球は辛いところだけじゃない、楽しいところだっていっぱいあるの。私ミラさんをいろいろなところに案内したいな。え、はい。その前にジャンプ。見て、私たちはいつだって星力に守られているんだよ。一人じゃないの。助けてくれる星の子たちがいっぱいいるの。
ありがとうございます。できる？はい。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。コメット様、地球にもこれに負けない輝きを持った人たちがたくさんいるんだよ。私に助けてほしいということは、私に近づく努力をしなければならないということである。うわあ、私ったら何？いつになく優しい。違うわ、イジイジした男の子が嫌いなだけよ。それに彼を手なずければ王子様の情報を得られるかもしれないってことよ。まさか君もメテオさんのことが？タンバリン星国から来ました調査部員です。今日からメテオ様の担当になりました。と言ったら驚きますか？いや、うちの弟もへの6号だから。あ、姫様大変だもん。チヨシ君とネネちゃん。そうね、つよし君とねねちゃんは助ける力を持ってるの。困っている人がいたら助ける力。違うぼ姫様、お迎え激しく遅刻だぼ。いけない、忘れてた、ススッと行かなくちゃ。おかえ、もう勝手に帰ってきちゃったよ。ごめんね。お客さんなの。最初のコメットさんと同じちょっと困ったさん。困ったさん？ねねちゃん助ける、つよし君が助けるんだよね。いやー、コメットさんの友達とは嬉しいな。自分の家だと思って遠慮しないでね。うん、って言っても私も借りてる部屋だけど。温かく包み込むような優しさを持つコメット様、強引なまでに力強い優しさを持つメテオ様、どちらが天下のお妃候補としてふさわしい方なのでしょう。楽しみ。輝き、また見つけるぼ。